バイレイと須藤貴弘のセカンドベース。もしもの分野皆さんこんばんは、柴井玲です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。番組お聞きの皆さん、須藤貴弘です。頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。こんな2人でこの番組セカンドベースシーズン5をお送りいたしますので、今回もどうぞ最後までお聞きください。それでは今回のセカンドベース最初のコーナーは主導的洋画館のコーナー。さて、須藤くんが担当するコーナー主導的洋画館は、実は須藤くんがめちゃめちゃ映画を見ていまして、その多くが洋画ということで、皆さんもご存知の名作を須藤くん的に解説リポートしてもらおうというコーナーです。それでは須藤くん、お願いします。はい、かしこまりました。まず今回はですね、レオンについていろいろお話しさせていただきたいと思います。はい、レオン、はい、こちら1994年のフランスの映画でございまして、はいはい、監督がですね、リュック・ベッソンという方でして、はい、出演者が、ミッション・インポッシブルや、ダヴィンチ・コードにも出演されていますジャン・レノと、ブラック・スワン、クローサーに出演されています、はい、ナタリー・ポートマン、ハリー・ポッターシリーズや、トゥルー・ロマンスに、出演されています、ゲイリー・オールドマン、はい、という方がですね、主な出演者として挙げられます。お、94年に公開されたってことは、はいはい、私が生まれる1年前だどっちも生まれてないですね。あ、生まれてない生まれてない、生まれる前だね、はい、うん、まあ、もう本当世界的もう名作として知られておりまして、はいはい、まあ、ちょっと一旦あらすじの方に行かせていただきます。はい、はい、アメリカ人、アメリカのイタリア人街に住むレオン、こちらがですね、凄腕の殺し屋でして、はい、長年の付き合いであるマフィアのトニーから依頼を受け負っていました。はい、ある日レオンは同じアパートに住むマチルダという少女と出会います。はい、少女はですね、麻薬の仲介人である父親から虐待を受けてまして、うん、まあ、ただその受けてちょっと廊下で時間を潰してました。はい、ただマチルダの父親が、麻薬の取引相手と部屋から出てきて、取引相手である、はい、スタンスフィールドがですね、うん、彼が麻薬をくすねたのくすねてしまったではないかと 疑います、はい、じゃあこのくすねた犯人をこうもう見つけてこいとこう言いまして、はい、まあ、スタンスフィールドがこう去っていきます。はい、まあ、こうでそれをこうレオンはこう自分の部屋から、うん、部屋の覗き穴からですね、目撃します。はい、こう次の日ですね、こうまた父親からこう虐待を受けて、うん、廊下に出ていたマチルダにこうレオンが話しかけます。はい、なんか彼女はなんかこう全然子供らしくないというか、うん、すごいなんか冷めた目で大人を見ていたんですね。はいはい、ただマチルダはレオンのためにこう牛乳を買ってこようとアパートを出ていきます。はい、その直後にですね、スタンスフィールドがこう手下を連れてアパートにやってきます。その時かい、はい、スタンスフィールドは、麻薬をくすねたマチルダの父親だけでなく、
一家全員を銃殺してしまいます。ねえ、まあ、その時マチルダが買い物から戻ってきたんです。うん、一家全員を殺された後にマチルダが戻ってきます。はい、はいはい、こう、まあ、こう家族が殺されたことをですね、まあ、こうなんか雰囲気だったりとかで察しまして、いやまあ、こう犯人たちにバレないようにこう涙をこらえながら、うん、こうレオンの部屋 に、 こうに逃げるように入れてもらいます。はい、はい、まあ、ただこう、まあ、家族写真からですね、まあ、あれなんか一人足んねえぞと、娘が足んねえぞと、まあ、こう手下が気づくわけですね。はいはい、まあ、そっからこうマチルダは命を狙われる身となりまして、うん、こうスタンスフィールドはなんかこうなんか隠された麻薬を見つけ出したりとかして、うん、まあ、その時は家を一旦去るんですけれども、はい、まあ、マチルダはですね、父親や義理の母と義理の姉のことは嫌いだったんですけれど、はい、まあ、こう幼い弟のことすごく可愛かったんですよね。はいはい、ただその弟も全員銃殺されてしまいましたので、うん、まあ、こうなんかこうね、お姉ちゃん悲しんすごい悲しみの、うん、まあ、それでそのレオンは、まあ、不器用ながら元気づけまして、うん、はい、まあ、マチルダはレオンの仕事が、まあ、その時は殺し屋だって知ったんですよ。ああ、はい、そういうこと。その時に殺し、うん、あ、この人殺し屋なんだと、はいはいはい、ちょ殺し方をお願い、ちょ教えてくれと、うん、でもまあ、もう身寄りも今ないからと、はいはい、いやちょっとただお、まあ、ちょっと素性わかんねえしなということで、うん、こうレオンは一晩かくまう、とりあえず一晩だけと、うん、かくまうことになりました。はいはい、マチルダが厄介のこう種になると知りながらも、うん、レオンには彼女を追い出すことも、うん、殺すこともできなかった。はいはい、なんかこのレオンは、あ、マチルダはですね、すみません、マチルダは家事をする代わりに、うん、レオンの元にこうずっといさせてくれと頼み込みます。はい、もう自分にも 相棒は務まるぞと、こう銃をためらいなく撃つマチルダを見て、はい、レオンは悪気に取られます。はい、レオンはマチルダと共に、大事な観葉植物と仕事道具を持ってアパートを出ます。はい、まあ、後々この観葉植物が、ね、大事になってくるんで、なんかね、観葉植物っていきなりこう出てきて、はい、そうですね二人はこう親子のふりをして、うん、まあ、こう安いホテルに滞在することになりました。はい、まあ、こう家が危ないっていう状況もあって、はいはい、でこうレオンはマチルダのためにトニーにとライフルを手配してもらいます。はい、銃ですね。はいはい、とレオンはマチルダに銃の撃ち方を指南して、うん、とマチルダは家の掃除や買い物をしたり、字の読めないレオンに読み書きを教えました。はいはい、一緒に過ごすうちに2人は次第に仲良くなって、はい、レオンが仕事の隙にマチルダは、事件現場となって家に戻ってきました。はい、まだ生々しさが残る家から、うん、マチルダは弟のお気に入りだったぬいぐるみと隠し金を盗み出します。はい、そこにスタンスフィールドと、刑事がやってきまして、はい、スタンスフィールドは、事情聴取に切れて家を出て行ってしまいます。ほう、はい、まあ、それをマチルダがその後彼の車を尾行してまして、はい、スタンスフィールドが麻薬取締局に勤める警察官だということをそこで知ります。はいはい、裏で悪いことをしていながら、うん、表上は、うん、こう取り締まる側だと、はいはいはい、そこで知りまして、へ、レオンはこう自分に何かあったら貯めた金をマチルダに譲ってほしいとトニーに頼みまして、うん、レオンは今までの報酬をトニーに預けていました。はい、その頃マチルダは食べ物の配達をふりをして、麻薬取締局に入り込んでいまして、マチルダ賢いですね賢い、うん、ちっちゃいことは到底思えない、うん、少女なのにね、はい、でまあこうトイレに入ってこう、はい、こうスタンスフィールドに銃を向けるんですけれども、はい、ただ撃つことができないんですよ。おはいはいスタンスフィールドはマチルダが何かの差し金だと思いまして、はい、こう彼女を殺そうとする、はい、しかしその時、手下の汚職の警、まあまあ、同じズブズブの関係の警官が、うんうん、一人の仲間の一人がイタリア人の殺し屋に殺されたと報告しに来た、はい、レオンがマチルダの復讐のためにスタンスフィールドの仲間を殺したんですね。はい、スタンスフィールドはマチルダの手下の元に残しその場を去りました。はい、マチルダが残した置き手紙を見てレオンが麻薬取締局に乗り込んできました。はい、レオンはスタンスフィールドの手下二人を殺してマチルダを救い出します。はい、手下を殺されたスタンスフィールドはこうもうめちゃくちゃ怒りまして、うん、こうイタリア人の街をこう
取り仕切りまして、はいはい、自分も仕事してるトニーが犯人だと知ってるはずだと、うん、もう彼に 誰がやったんだと、はいはい、彼に脅しをかけます、はい、マチルダが買い物から戻ると、うん、廊下で武装した警察官に取り押さえられてしまう、はいはい、サンスフィールドがレオンのたちの居場所を知りまして、はい、警察官を総動員して取り囲みました。はい、はい、まあ、マチルダは警察官に嘘のノックの合図を教えます、はい、まあ、ノックの回数はであの追っ手が来たと、うん、まあ、気づいたレオンは警察の、まあ、答えを、まあ、こう一網打尽にしまして、はい、まあ、ただ一個潰したところで敵の数は多くて、はい、まあ、建物が取り囲まれてるわけですよ、はい、まあ、レオンはそこで壁に穴を開けて、はい、マチルダに観葉植物を預けて建物から逃がそうとするんですよ、はい、レオンと離れたがらないマチルダに、うん、レオンは、トニーの店で落ち合いましょうと約束をして別れまして、うん、そのレオンは部屋を爆発させて、うん、まあ、その混乱に、あ、そういうことか、はいはいはい、まあ、その混乱に乗じて警察官になりすましました、はいはいはい、こう手当てを受けて建物から逃げ出せるように思えたんですけど、うん、まあ、なんとここで、ね、運悪く、うん、スタンスフィールドに姿を見られてしまいます。うわー、マジか。で、こう出口まで、ね、あと一歩ってとこなんですけど、うんうんうん、こうレオンはスタンスフィールドに撃たれてしまいまして、うん、瀕死の状態です。はい、まあ、ただこの相手がスタンスフィールドだと分かったので、うん、こう持ってた手榴弾で彼を道連れにするんですよ。うおー、はいはい。で、まあ、こうレオンを弔ったマチルダはですね、トニーの店にいまして、はい、トニーはマチルダのものとなったレオンの遺産を管理することになり、うん、マチルダを寄宿が、まあ、学校に戻します。一度は逃げ出した学校で全て打ち明けたマチルダは再び学校を、うん、受け入れるられることになりますが、はいはい、レオンはマチルダはレオンの、まあ、片身であった観葉植物を最後学校の木に植えるっていうところなんですよ。ここで観葉植物がまた登場と、はい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 、あなたの石はここにありますよと、いうことのね、なんか現れなんじゃないかなと。うわーすごいね、はい、いいね、なんか学校の庭に植えるって、はいはいいつでも見れるぞと、はい、うん、まずは猫話といたしまして、はい、まあ、マチルダが、うん、まあ、当時、うん、当時ですね、まあ、未成年だったんですよ、はいはいはい、しかも 12、3歳とかだったはずだなので、全然そんな話聞いてるだけだと本当にそんな若い12歳とかに見えないですよね。もうバリバリのなんか仕事ができる人みたいな感じがしますけどね。ね。まあ、その役柄上、うん、こうなんかこう育児放棄だったり、こう虐待に遭ってる子供だったり、はい、まあ、こうグレてる子供を演じるために、うん、まあ、ちょっとタバコを、うん、まあ、吸うシーンが、まあ、映画内ではあるんですけれども、マチルダが、はい、うんうん、それでもこう未成年の子供にタバコを吸わせるわけにはいかないじゃないですか。はいはいはい、こう制作陣は、うん、彼女の両親と何度も話し合いを重ねて、うん、とその時に、まあ、偽のタバコを使うこと、はい、と喫煙する回数は、まあ、映画内では5回以内で収めること、はいはい、あと映画内でマチルダがタバコをやめるシーンっていうのを、うん、必ず入れてくれということで、はい、まあ、そういう 役設定ですね、うんうんうん、そういうのが誕生したっていう秘話につながるそうです。はい、すごいなそれ、はい、あとですね、実はこの映画って作られる予定じゃなかったって話ご存知ですか？いや知らないですね実はですね、まあ、このリュック・ベッソン監督がですね、はい、まあ、最初企画したのが、まあ、別のやつだったんですよ、はいはい、まあ、16歳の時に企画してたフィフスエレメント、はいはい、まあ、まあ後に公開されるですけれども、はい、まあ、その制作いざ制作するぞって時に、うん、まあ、超大作すぎて、うん、まあ、全然金がなかったんですよ。あ、まさかの。そのためにこのお金どうしましょうかいってところで、うん、まあ、ちょっと資金集めのためにちょっと1本作ってお金貯めるかってした時に、はいはい、このレオンができたそうで、うん、だから
まあ、脚本も急ピッチで終わらせて、うん、まあ、なんか一説によると2日で終わらせたみたいな。2日で世界的名作が出来上がるんですよ、うん、すごいすごいですよね。すごい、どんな撮影だったか気になるね、なんか、うん、あ、そう、脚本です、脚本。あ、脚本か。はい、なんかその、まあ、原案作って脚本書いてっていうところが2日で終わったそうですごすぎる。まあ、っていうのもね、やっぱりこう培ってきたなんかものが違うというか、うん、本当だね、はい、まあ、この作品はですね、当時の、まあ、映画事情を知る上でもすごく非常に重要な作品であるかなと僕は感じまして、はい、あの当時のフランス映画はですね、まあ、ちょっと幼い子供が活躍する映画というか、うんうんうん、あの代表例で言いますとキューブリック監督、うん、スタンリー・キューブリック監督のロリータっていう映画やですね、はいはい、プリティーベイビーっていう映画がですね、はいはい、すごい大ヒットしてまして、なんか子供が出てくる系が多いかな、はい、そう考えたらちょっと なんていうんですかね、そういう幼い子供が、うん、まあ、活躍してて、うん、まあ、そこにちょっとあの別の愛情であったり友情であったり、うん、まあ、それ以外の何かがあるような、はいはいはい、まあ、なんかそういう作品が、うん、まあ、ちょっとヒットしてる時代でもありますので、はい、まあ、なんていうんですかね、なんかこう誰、このレオンは誰も救われない、このなんかね闇をすごくさまよってるようなね、なるほどね、そんな作品でもありまして、はいはい、まあ、すごいなんか大人びてるところもありながら、うん、ただしっかりと等身大の少女であるナタリー・ポートマンの演技力の高さもですね相まって、はい、もうすごく名作と言われるゆえんをが分かるというか、はいはいはい、ということで皆さんも一度見られては、まあ、一度見てください。はい、以上主導的洋画館のコーナーでした。ラブリープリンセストピックス LPT。 このコーナーは愛媛県出身の私柴ゆりえがふるさと愛媛についていろいろリポートしていくコーナーです。はい、それではゆりえさんお願いいたします。はい、今回は私が住んでた愛媛県松山市はどんなところというのを紹介したいと思います。いいですね。はい、はい、松山市は四国で一番人口の多い都市で、はい、あ、そうなんですか。はい、現在の人口は51万人を超えています。またコンパクトシティ構想により、はいはいはい、商業施設や道後温泉、松山城、松山総合公園などの文化施設が集中して立地しており、スポーツ施設の充実、整った交通環境などに加え温かみのある人が多い魅力的な都市です。はい、でですね、はい、なんか電車あるじゃないですか、はいはいはい、その東京来て上京してきて、うん、その人の多さ、まず電車の数の多さ、うん、あと特急確定、いろいろなんか種類あるじゃないですか、はい、ありますね、鈍行とかもありますし、そうです、もう愛媛にはその特急とかもその電車自体にはなくて、市電にはもうあの時間が決まってて、はいはい、15分ごとにだいたいなんかこう来る時間が決まってて、もう同じ速度で走るんですけど、はい、なんかやっぱりその東京に来た時にみんなこうあの電車の行き方を知ってるから、なんかあの乗り換えとかもみんなスムーズにしてるんですけど、もう出てきたてはえ、ちょっと待って、どういう状況だこれはみたいな、なんかもうよく分かんなくなって人酔いして、分かんないですね、あの東京に出てきた時はあの新宿駅に行った時に、あの新宿までたどり着いた時にもう吐き気がすごくて人酔いして、であの薬屋さん行って、酔い止めを、そういうこともありましたね。確かに新宿はね、もうあれもそうですね、ダンジョンぐらい迷路ですもん、いや本当に。で松山といえば、はいはい、愛媛県松山市は正岡子規、夏目漱石、司馬太郎など文学人が愛した趣のある町並みと、日本最古の温泉として名高い道後温泉が有名です。また松山市のシンボルともいえる松山城は歴史的価値も高く、城下町の、町歩きも楽しめます。なんか学校で遠足とかではよく、はいはい、あの正岡子規、夏目漱石、司馬太郎の、はい、そのなんていうんだ、時代をこう知るっていう
ところによく行ってて、なんかよく考えたらそれが普通だとは思ってたんですけど、はいはい、なんかそういうのってあんまりないなって思って、うんうんうん、なんかそういう歴史的人物の、うん、やっぱ人がいるとこに行って、うん、こういう人生を送ってきたとかっていうのがこうある分かる場所が結構多くて、なんかすごいいい経験をしていたんだなみたいな感じで思ってます。いやなかなかないですよね、うん、そしてあの道後温泉と松山城、そうそうそう、これもですね結構いろいろお話はね、うん、常々お伺いしてますので。そうですね。で、あの、はい、松山のいいところはですね、いいところ、松山市は快適な、はい、その何環境、はい、まあ、住環境、はい、に関するさまざまなランキングで上位を占めています、へえ。具体的には、はい、通勤通学時間が短いっていうのが、まあ、全国1位を取ってるんですねそうなんですか。はい、全国1位そう、そう、通勤通学が短い、そうで、あと仕事の平均時間が短いっていうのもあって、はい、で主婦が幸せに暮らせる街っていうのも、まあ、上位に入ってます。え、めっちゃ住みよい。そう、もうね、めちゃくちゃ住みよいじゃないですか。そうです、ゆっくりこう時間が流れてるっていうのが魅力ですよねはい、はい、まあ、いろんなその松山市で住んでて当たり前だと思ってたことがすごいいい経験をしてたんだなっていうこととかもたくさん思うことばかりですね、うん、はい、それでは次はスイーツ紹介させていただきます。やった。今回スイーツ紹介は一六タルトを紹介させていただきます、はい、で、なんとその一六タルト、はい、この、実は私がセカンドベースを始めてパーソナリティを務めさせていただいた時に、うん、一発目に紹介させていただいたのが一六タルトの春限定の桜味だったんですよ。あ、そうだったんですね。そうです。で、今回はもうシンプルな一六タルト、はい、まあ、柚子味なんですけど、はい、こちらがもう定番のやつなんで、こちらを紹介させていただこうと思います、はい、で、一六本舗のお菓子なんですが、はい、あの四国メーカー一六タルトは愛媛県産の柚子とこしあんを柔らかなスポンジで巻いた風味豊かな伝統のお菓子です。で、一口食べると爽やかな柚子の風味と優しい甘さのこしあんの美味しさが口いっぱいに広がります。はい、はい、で、賞味期限は38日間となっております。結構長いですね、はい、で、今回もあの新橋の香川、はい、愛媛瀬戸内旬菜館で購入させていただきました、はい、で、まあ、甘すぎず、こう柚子とのマッチングがたまらなく最高と言いたくなります、うん、で、こうあったかいお茶、あったかい紅茶とかでこう、はい、飲むのがおすすめです。その柚子一六タルトとあったかい紅茶で食べるっていうのが、はい、じゃあそれではいただきますか。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあすみません、いただきます。しとうくんに今食べていただいてるんですけど、あ、甘いこれね、甘い、あのね、もう、いい、よくない、柚子が、そうそう、甘い中に、うん、柚子のこの酸味が、そう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 、なんかこうね、うまい具合になんかマッチして、そう、まあ、なんか どっちもなんか邪魔してない感じが、うんうんうん、いいですね、これ。あのね、これはちょっと絶対皆さんにも食べてタルト好きの方には絶対食べてほしいです、はい、あの愛媛県のこの一六タルトは自慢できるぐらい美味しいので、ほんとこれもこれは自慢できます、すごいですぜひ皆さんに食べていただきたいなと思います、はい、私もよく思い出深い味になっております、はい、以上ラブリープリンセストピックスのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。番組では皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、はい、新年2回目の放送ということで、そうですね、2回目で佐賀のことだ、佐賀じゃないわあの映画ね、映画ですね、映画の話、県の話をしたのは愛媛ですからねそうだそうだ、間違えた、はい、とても興味深い映画なので見てみたいなと思いました、はい、いいな、愛媛県、いいな、行きたいな、はい、
それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは私柴ゆりえと首藤隆弘でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。